よろしくお願いします。いらっしゃい、マサです。さあ今日はね、初心者の方、給油者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を後付け実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今回ですね、こっちが居飛車、まあ後手番なんですけども、先手番の符号で解説していこうと思います。でですね、相手の方が四間飛車なんで、まあ、この時点まで組み上がった時に、まあ、俺はミレニアム行こうかなと思ったんですよ。まあ、そしたら相手の方がね、すぐ開けてきたんで、まあ、これは角交換型の、まあ、四間飛車の一種に変化していくのかなと思って、まあ、とりあえずね、この銀を上がることによって、相手の飛車先を交換させないよという感じでやってきました。で、まあ、こっちもね、美濃囲いに囲って持久戦で行こうっていう感じにはなるんですけど、まあ、相手の方から角交換をしてくれたんで、まあ、相手としては2手かけて角交換した。まあ、俺も、まあ、そうか、1手かけて上上がってるから、まあ、相手の方の1手損かなっていう感じになりまして、まあ、普通はね、ここに銀上がって、俺の飛車先、2四歩、同歩っていう飛車のさばきを防ぐ手になりますよね。で、まあ、こっちは手待ちというか、まあ、玉頭方面にちょっと、囲いを発展させようと思って歩ついたら、藤森てっちゃん先生のチャンネルでよく言われてる秘蔵の一手、四間飛車秘蔵の一手みたいなやつをやってきたんで、あ、これは罠にかかるなと思いまして、で、まあ、罠を仕掛けていこうと思って行って待ったんですよね。で、まあ、桂馬跳ねてって、これが後々に、まあ、端に効くかな、みたいな感じでちょっと跳ねていきました。もしかしたら、6七金みたいな感じで高美濃にする方が良かったのかもしれません。まあ、一旦ね、そういう感じにしといて、で、角打ってきたらね、こう、銀をね、繰り出してくる人結構いるんですよね。で、この時に、まあ、飛車先をね、相手は角でしか守ってないんで、その角を狙いに行くっていうのがポイントっすよね。端を捨ててから銀を引く。これはですね、俺もまあ学習して記憶に新しいんですけども、まあ、こうやって次にね、あの強者走っていけば角が取れるぞみたいな、そういう変化になってますね。で、相手の方はまあ角をね、多分、まあ、取ったら角が手順に逃げれるから、まあ、取ってくださいみたいな願いを込めた風だったと思うんですけど、まあ、ここは一回強者走りが入るのかなっていう感じですよね。で、これによって、まあ、角どこ行くんすかと。まあ、一回角をどっかに逃げるんですかって話になるんだけど、まあ、逃げるとしたら二択ですよね。2二角か、3五角みたいな感じで逃げるしかないかなと。で、3五角だったら、ま、強者ただし、1一強なるでただやしね。で、2二地点やと、まあ、1二歩打って、歩と香車の交換にしようっていう感じですよね。まあ、なので、角逃げるんじゃなくて相手は突っ込んできたんですけど、ここは一回受けといて大丈夫よと。で、相手は角を捨ててきて、まあ、これ、なんか玉だとね、なんか小瓶で斜め空いてるんで、なんか知らんタイミングで角、王手なんとか取りみたいな気になるんで、これは金で一回取りました。まあ、これで瞬間、強者と角の交換になって、まあ、だいぶ駒得しましたよね。で、まあ、飛車先を守ってる角いなくなったんで、まあ、堂々と飛車先ついていくって感じですよね。まあ、取って、で、歩打ってきたんですけど、まあ、持ってる角使って突破していきたいところですよね。まあ、飛車がいなければ、飛車先突破できるんで、まあ、飛車狙っていこうって感じにはなります。今寄ってきたんで、ここでね、まあ、寄ってきたんですけど、まあ、ちょっと気になったのは、これ2、3強打ちとかどうするんかなみたいなのはちょっと気になりましたね。2、3強が瞬間飛車取りなんですよね。まあ、2、3強は一回3、4飛車って寄るんかな。2、3強、3、4飛車の時に、あなたの飛車はどこに行くんですかっていう。まあ、飛車取りにもなってるし、飛車がいなくなったら銀も取れそうな形なんで、それでどうなのかなと。まあ、でも3三銀も気になるね。まあ、なんかそういう変化もあったのかもしれません。もしかしたら角打ちじゃなくて、4三歩とかの方が軽かったのかも。4三歩、同飛車なら2二飛車成が入るから、同金
同金って刺しといて3一角みたいな方が良かったのかもしれないね。でまあね、角で飛車が取れる形になったんですけど、まあ相手の方もね、これ取ると1三角ってきて竜と銀の両取りになっちゃうから、まあそれは避けたいよねってことで1回下がりました。まあ相手の方も桂馬逃げてくるんですけど、飛車を下ろして、これはね竜ぶっちになってますね。5二竜同金7一角打ちで、まあ大体寄りですね。より7一角9二玉で、その時に金持ってるから8二金9三玉7二金、うん、詰みっすね。5二竜を取ったら1手2手3手4手5手6手7手詰めかな、7手詰めがありますんで詰みますね。まあ、なので相手の方はまあぶっちしてもいいけど、どう強で取り返してなんでもないよって形を作ろうとしてました。まあ、なので打った駒が一番働いてる説っていう話だったら、まあやっぱりと金は作っていきたいよねっていう感じですよね。まあ、相手の攻めがないんで、まあ、ゆっくりでも間に合うかなっていう感じです。でまあここね、よく見たらこれ4二歩じゃなくて4三歩の方が良かったかもしれませんね。4三歩同金4二歩みたいな方が金が上ずってそれ働いてないよねって言えたのかもしれませんね。いや今回その4二歩から結局と金作って引くことになったんですよ。まあなのでこれ引くぐらいだったら最初から4三の方が良かった説はありますね。4三で取らせて4二歩だったら分かる、なんかそんな気がします。でまあ相手の方はね、このと金引きを見て投了となりました。まあね、右側のなんか成桂が一番の戦力駒ではあるんだけど、あんなところに成凶がいるのがひたひた寄っていくわけにはいかんでしょう。あのと金がよりよりも、あの成凶が寄るよりも、まあ、俺の4人のと金の方が相手の王様にプレッシャーかかるの早いんで、これはもうな、投了やむなしな感じもします。はい、いかがでしょうか。今回ね、四間飛車秘蔵の一手との戦いになりました。銀が上がってきた時に端を捨てて銀を引く、で次に走るぞっていう手を見せて、相手のね、あの角と銀の交換を防ぐ、これがポイントなのかと思っております。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。